こんにちは、特集観古祭 MC の飯田真希です。この番組では古祭市内のニュースや身近な話題を毎週更新でお届けしています。いよいよゴールデンウィーク10連休ですね。いろいろな計画を立てている頃かもしれません。楽しい10連休にしてくださいね。それではラインナップです。まずは今週のニュースをお届けします。21日古祭市議会選挙の投開票が行われ、18人の市議が決定しました。今回の市議会選挙には現職14人、新人6人が立候補。投票率は前回を 2.04% 下回る 59.7% となりました。投票の結果、得票数順に楠木博之さん、佐原よしみさん、加藤春史さん、福永恵子さん、三上はじめさん、馬場守さん、竹内優子さん、滝本幸男さん、柴田和夫さん、吉田健二さん、加藤博美さん、神谷里恵さん、土屋和之さん、二橋正義さん、中村博之さん、菅沼敦さん、高柳達也さん、荻野俊明さんの18人が当選を果たしました。翌22日には市議当選証書付与式が行われ、選挙管理委員会の藤井俊明委員長が当選者に証書を手渡しました。令和時代の古祭市のさらなる発展のためにご活躍をいただきますことを心からご祈念申し上げ、お祝いの言葉とさせていただきます。この古祭市、今のキーワードは職住近接定住の促進とさせていただいております。ぜひ皆様とですね、前向きで建設的なご議論をしながら、古祭市をもっともっと知名度を上げたり、将来的な発展につなげていけたらというふうに思っております。元市長で立憲民主党から初出馬した三上はじめさんは、夜間の議会開催などを公約に掲げています。今古祭はね、50代で1人、40代で1人、60歳以上の方が大部分で2人だけがね、いるというぐらいに若い人が少ない。これ働き盛りの人は会社辞めるっていうのはなかなかできないことなんですよ。だからみんな60以上になっちゃう。これを打開しようということをね、皆さんと話し合っていきたいと思います。無所属新人の柴田和夫さんは、若い世代の政治参画を訴え、最年少で初当選を果たしました。働き世代の声ですとか、子育て世代の声、そういったものがなかなか伝わりにくい議会ではなかったかなと思いますので、そういったところ私が、議会の方に、訴えてまいりたいなと思っております。やはり本当に子育てをしているお父さんお母さんの声というのを議会に訴えていきたいなと思っています。無所属新人の加藤春史さんは、津波対策や企業誘致の促進などを訴え、新人候補の中で最も多く票を集めました。安全第一ということを考えますと、やはり津波、地震津波ですね、堤防のかさ上げ等をして逃げる時間をもう少し確保したい、そう思っております。それと高齢少子化の問題を防ぐために、やっぱり産業を誘致して、皆が魅力があるような会社の誘致、それが欠かせないんじゃないかなと思います。当選した皆さんには、公約実現に向けてしっかりと政策に取り組んでいただきたいと思います。続いての話題です。古祭市神座の神座集落センターで21日、時は満作祭りが開かれました。
常磐万作の群生地は国内では三重県伊勢神宮と熊本県荒尾市と合わせて3カ所存在し、湖西市神座の群生地はその中でも最大規模を誇り、静岡県の天然記念物に指定されています。今年の開花は例年通りで4月中旬頃に満開を迎えました。群生地では細い短冊のような黄緑色の花が枝いっぱいに咲き、訪れた人を楽しませていました。数年ぶりに来て、ね、見事に咲いてるので本当にそうですね。ねえ、今日ね、天気も良くて、常磐万作見てみて、綺麗綺麗です21日には群生地近くの神座集落センターで常磐万作祭りが開かれ、常磐万作の苗や花苗の販売が行われました。この祭りは群生地の整備保全に取り組む常磐万作里づくり推進会と湖西市教育委員会が毎年この時期に開催しているもので、甘酒や餅の無料配布などがあり、多くの来場者でにぎわいました。昨年の台風24号ですか、あれでだいぶ木が傷みましてね、葉っぱが本当にみんな飛んじゃうような状況で、今年開花がどうかなと思ったんですけど、まあ、幸いにも、まあ、例年のように咲いてくれましたんですからね、安心しております。今ちょうど満開です。本当に今見頃だと思いますけど、今特にね、群生地の木がだいぶ老朽化しましてね、幼木を育てないとなかなか耐えちゃうということが心配ありまして、今一生懸命まあその保護活動をしておりますけど、樹木の保護ですね、それを徹底的にやらないとだいぶ傷んでおりますので、これから一生懸命幼木の方を育てたいと思います。推進会によると、群生地の常磐万作は5月初旬頃まで見頃が続くとのことです。常磐万作、淡い色合いが本当に綺麗でしたね。まだまだ見頃は続いています。皆さんぜひ足を運んでみてください。さて、続いては今まで放送したコーナーの中から反響のあった回をもう一度放送する、あの素晴らしい湖西をもう一度です。今回は湖西の街をぶらっと旅するコーナー、ぶら旅湖西の中から第1回の放送をお届けします。アトム君が鷲津駅周辺を散策した回です。少し緊張気味のアトム君にも注目ですよ。それではどうぞ。皆さんこんにちは、ウィンディ湖西営業所の水田アトムです。このコーナーでは僕が湖西市各地を歩いて、湖西市のさまざまな魅力をクローズアップしていきます。初リポーターで緊張していますが、湖西市の知られざる魅力をお伝えできるよう頑張りますので、よろしくお願いいたします。ウィンディ湖西営業所の若きエース、笑顔が爽やかな営業マン、水田アトム21歳。そんな彼が湖西の各地をぶらっと旅するコーナー、ぶら旅湖西。記念すべき第1回は鷲津駅周辺を散策したいと思います。じゃあ早速このウィンディの車両車、スマイルランナーに乗って行ってきたいと思います。アトム君は雨男ですか、はい、雨男なんですよ。大体出かけるとき大概雨降るんで。どうですか、鷲津何か思い出とか。鷲津、おいでん祭に1回行ったことがあって、浴衣を着て。なるほど、彼女と。まあ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 、そんなことまで言うんですか、これ綺麗ですね、道路とか。いや、すごい整備されてますよね、このね。住みやすくて。さあ、ということで到着しました、鷲津駅です。じゃあ早速ね、鷲津駅周辺を散策したいと思います。行きましょう。何があるかね。もうどんどん喋っちゃった。あ、そうか、喋ってみます、はい、いやでも、なんもないなんもないな。すいません、こんにちは。ごめんなさい、ケーブルテレビウィンディなんですけども、うん、ちょっとお話をお伺いしてもいいですか、はい、ありがとうございます、はい、まさにすごい目立つ緑の服着てるかと思うんですけど、はい、何されてるんですか今は。今ね、交通指導で、はいはい、小学
区政が変えてくるんですけれど、うん、あそうなんですね、うん、はい、交通等がなんですけれど、そうですね、お子さんがちゃんと渡れるようにとか事故のないようにってことですよね。この辺の小学校だと鷲津小学校になるんですか。うん、そうです、そうなんですね、あ、向こうにもおじさんといいますか、す、ね、同じような格好をした方が待っていらっしゃるので、うん、うん、これなら小学生も安心して帰ってこれますね。そうですね、まあなんつっても車が多いですので ね、 そうですね、車社会ですもんね、湖西市も、こんにちは、ごめんちょっと話だけいい鷲津小学校だよね。何年生ですか。おい、入る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 。何年生？6年生。あ、本当に？鷲津で好きなところとか好きなものある？この辺りで。それ好きなんだね。部活の帰りにね、海辺で夕日見る。かっこいい。海辺で夕日見るの好きなの？一人で見るのそれ？友達？女の子いる？いないのか。そうか、女の子を誘いなよ。え、誘ったらいいじゃん、誘ったらいいじゃん。嫌だ。だって部活違うし。あ、そうか。いやー、元気な子供たちですね。いいな。戻りたいな、俺もあの頃。小6で海辺行って夕日見るってかっこいいですよね。いいな。俺もそういう小学生になりたかったな。あ、でもみんなわらわらとこちらの方、あれなんだあれなんだあれって見始めましたよ。手振って手振って手振って、やだ。わ、なんか面白そうじゃん。なんか YouTuber みたいっす。いいじゃん。6年生、はい、手なんて書いてあるの。予定ですね。予定何書いてあるの。近い。予定何かやる。予定、うん、いや、僕忘れたんで。なるほどね。じゃあ知っとく週刊5歳。イエーイ。じゃな、もう綺麗なお花がずらっと並んでますね。いや、いいですね。ちょっと行ってみたいと思います。入れるといいな。聞いてくれるかな。よろしいですかね。あ、ありがとうございます。ちょっとお待ちください。すいません。 OK です。こんにちは。あ、こんにちは。すごいですね、植物や花やらがいっぱいあって。お母さん、お名前は何て言うんですか。デザイン、あの、カネキって言うんですけど、はい、生デザインカネキって言うんです。はい、おー、すごい。はい、そうなんですけど。お店は始められてどれぐらいになるんですかね。お店自体は結構長いんですけど、そうなんですね。でも、こういう形にしたのは、まだ5、6年ぐらい。そうだね。それまで隣で広い方で、ああ、そうなんですね。おお、そうなんですね。お母さんで何代目とか。私で3代目で。3代続いてるお花屋さん。ほぼ、はい、あの娘 の、はい、あの好きなものをやってる感じになって、もう4代目が主に。じゃあ、お母さんとお母さんの娘さんと2人でやられてるような。はい、まあ、そうですね。そうなんですね。どうですけど。ありがとうございます。お客さんとしてはやっぱり地元の方が多いんですかね。そうですね。でも近頃はやっぱりこうネットなんかでいろいろ多肉植物を好きな方がどこからも来たりするんですけど、はいはい、見て、これすごくないですか。これ、これバラなんですかね。これバラですか。あ、そうなの。お、すごいですね。プリザーブドフラワーで、あー、はい、それにインジツ、うん、あのプロポーズとか、あ、そうですよね、とかなんかのファンで、あ、渡したいとか、なんかちょっとしたメッセージ、いいですね。あ、確かに。お付き合い、そうです。あ、いいですね。誕生日とかにハッピーバースデーって書いてありますね。これ確かに。お誕生日おめでとう。何年も持つので。すごいですね。ちなみにこれはいくらぐらい？3000から5000ぐらい。あ、結構。あの、こういう。あ、でも他にもいろいろメッセージありますね。あ、そう、メッセージが。こういうふうにあのケースに入った感じ。ああ、いいですね。
これなんて面白いですね。まさこって言った。あ、そう、なんか一応見本なのであれなんですけど、特に誰って。誕生日おめでとう、さやなるまさこへということですね。これ平井さんって書いてあります。平井さんいつもありがとうございますパターンもあるんですね。これ面白いですね。いや、これやればもう間違いないですよね、愛の告白。記念日の日にちを入れたり。あ、いいですね。プレゼントして今日が2人の記念日だよみたいな。かっこいいな、それやろうかな。さっきの小学生にやらせたいな。あ、領収書いる、領収書いる。ダメ、あーめー、お出てきなかった。あぶね、自慢になるとこだった。次どこ向かいますか。次、何でしたっけ。何でしたっけ。何でしたっけ。あそこちょっとちょっと本光寺とか言ってほしかったんですけど。本光寺、本光寺、そう、本光寺、本光寺です。そうですよ、台本どこ行ったっけなと思って。本光寺です。本光寺に向かいます。やっぱ和室といったら本光寺ですよね。本光寺みたいなとこありますもんね。和室といったら本光寺ですよ。うん、ちょっとよくわかんない。着きましたね、本光寺。駐車場もほら広い。めっちゃ広いですね。車止めやすいっすよ。じゃあ早速行ってみましょう。じゃあ行くぞ。いいっすね、この山門が。あ、足元気をつけてくださいね。今のちょっといい人っぽくないですか。今いい人っぽいですよね、今の。ここですかね。こちらに住職さんがいらっしゃるということなので、ちょっとご挨拶しながらいろいろ話を聞いてみたいと思います。ここですね。こんにちは。あ、こんにちは。ケーブルテレビウィンディの水田です。あ、よろしいですか。ありがとうございます。いろいろね、はい、この収支の門、収支の門、法華宗というんだけどね。あ、で、この絵がね、はい、有名な文鳥の絵。おお、文鳥の絵、はい、うん、あそこにあのサインがあるけどね。あそこの文鳥、あれですか、文鳥、うん、有名なんだよ。そうなんです。これだけ全部で15面の絵が描いてあるけど、はい、これだけ揃ってるのは他にはないよ。そうなんですね、うん、へー、あの庭園もすごい。これは庭園が、まあ、円周流の庭園だね。円周流の庭園、うん、円周流の庭園なんですね、うん、円周流の庭園、何か特徴といいますか、円周流はここがこうみたいなことかってあるんですかね。やっぱりこの自然をうまく取り入れてね、はい、両丹寺ってこの前のさ、直虎の、はい、あの時の両丹寺の庭はここまで迫ってるんだよね。でここは奥行きが深い。確かに、ね、これが特徴なんだね。これが方角地の、うん、それでその北原白秋が、はい、水の音をただに一つぞ聞こえけれ、その他にもの申すことなしという歌を残してるけどね。すごいですね。季節によって見え方も違ったりしてくるんですかね。そうそうそう、今ちょうどさつきがいい時だよね。見栄えと言いますか、さつきがちょうど、いい、確かに緑が綺麗ですもんね。そう、ここで半日ぐらい行く人いるよ。出ますね。座って時間、時を忘れるというか、本当に小鳥のさえずりと風の音しか聞こえないんで。直筆のサイン。おお、徳川家康の。うん。おお、すごいですね。このお寺に、はい、授かった本光寺って書いたらしたら、ね。あ、ありますね。うん。すごい、そうなんですね。うん。大変なこと。江戸まで行かれたんですよね。今の補助金をもらいたいもん。楽しかったですね。なんか小学生と淡きあいあいと話できて、で素敵な花屋さんでいろんな話も聞けて、で少し離れたところに、まあ、こんな形で静かっていうか趣ある場所があって、淡静駅周辺すごいいいところだなって思いました。よかったな。こさえ住もうかな。でですね、まあ、番組的にはその、まあ、別の日みたいなありますね。まあ実際別の日ですもんね。実際別の日なんで、ちょっともう着きました。いや、そうですね、もう着きました。
豊田佐吉の像がありますね。障子を開けてみよう。外は広いぞ。ちょっと詳しく聞いてみたいと思います。これはじゃあすいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速早稲田中のいろんなことを聞いていきたいと思います。じゃあまず最初に早稲田中学校ってどんな学校ですか？早稲田中学校は全員で元気で明るくとても団結力のある学校です。例えば9月の体育大会は応援合戦というものがあるんですが、3年生、2年生、1年生1クラスずつで応援団が結成されて1位を競い合うというものになっております。毎年5月に行われている浜名湖ウォークっていうイベントがあって、1日歩くっていうイベントが行われたんですけど、友情が深まったりだとか地域の人との交流があったりしてとても楽しかったです。文化発表会は合唱コンクールや、ブラスバンド部の演奏とかをいろいろやってくれるんですけど、すごいいつもクオリティが高くて楽しいです。それ楽しみだもんね、行事で、はい、一番楽しいと。あそこのさ、豊田佐吉像の下にある障子を開けてみよう、外は広いぞって書いて、あれわかる？何かあれは彼の言葉で、はい、その日本とかまだここにいるだけじゃまだ見えないものが外にはいっぱいあるぞという意味で彼が言ったことです。なるほど、視野を持てと、はい、ワールドワイドに生きろよっていうことで、はい、学校に面白い先生とか生徒いる？私のイメージでは若い先生方が楽しくて明るくて元気な授業をしてくれるんですけど、誰が一番面白い個人的に？個人的でいい。数学の国光先生。国光先生、今日まだいるかね？野球部の。お。でもじゃあみんなで野球部行こうよ。行こうよ。はい。じゃあ行こう行こう。で僕も昔野球部だったんでね、腕が鳴りますわ。じゃあ行きましょう。はい、行こう行こう。野球部とサッカー部はないんだっけ？ということで、先ほど聞いた国光先生がいる野球部の練習場まで来ました。あ、国光先生ですか？はい、こんにちは。こんにちは。国光先生がさっきちょっと面白いって聞いたんですよ。今数学の先生、はい、みんな数学は好き？先生、そうでもないみたいな。残念、私の力不足かもしれません。そうなんです。先生、どういうところ、じゃあ先生は好きですか？はい、先生、大丈夫？大丈夫？さやかさん、大丈夫ですか？目が大丈夫、死んでる。失礼します。失礼します。部員は全部で何名いらっしゃるんですか？まあ、3年生が2人、はい、3年生が2人、2年生が1人、1人で、去年まではあの隣の中学校と一緒に合同チームっていう風で試合に出させてもらったんですが、まあ、この4月5月本入部が始まって、7人1年生が入ってきてくれたので、まあ、今合計10人、はい、なんとか公式戦には出てる。そうですね。そうなんです。1年生がもういきなり公式戦出てる。あのピッチャーがエースですかね。まあ、1年生ですね。本当に1年生バッテリーで、うん、なんか2年計画で作れたらなっていうのを、ね、3年生が、まあ、即戦力で今も投げてるっていうことで、じゃあすみません、ちょっとわがままなっちゃうんですけど、ちょっと1打席だけ対決、はい、いいですか？はい、ぜひ。ありがとうございます。お願いします。勝ちに行きますよ、負けず嫌いなんで。じゃあお願いします。お願いします。お願いします。おお、いいね、ナイスボール、ナイスボール。どうすか、加藤くんのボール。かっこいいっすよ。いやもう、ストライク先行だったら結構危ないっすね、これは。あれ、いやまあ、ここからですからね。やっぱ 2-3 からですからね、野球は。
ありがとう、ナイスピッチング。いい球投げるね、はい、後半上げてきたね。前半ちょっと緊張しちゃっただよね、ちょっとまさか、いやマジな三振だからどうしようなんか憧れてるピッチャーとかいる？大谷翔平選手。もう二刀流で打つのも好き、投げるのも好き、投げるのも好き。じゃあ夢は160キロ、はい、目指したい、はい、あーいいね、ありがとうございました。ありがとうございました、頑張ってください、はい、鷲津中学校野球部の皆さん、これからも頑張ってください。はい、というわけで皆さんにも第1回のブラ旅子祭見ていただきましたが、アトム君に話を聞いてみたいと思います。はい、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします。22歳になったアトム君ということで。そうですね、21歳でしたもんね、ねー、最初の放送の時。どうですか、改めて見てみて、第1回の放送。まだ1年ですけど、すごい懐かしいなって やっぱね、ういういしいよね。なんか慣れてないのもそうですけど、なんか猫かぶってましたよねまだまだね、あそこからがスタートですよ。そうですね、本当に当時まだ台本あったんだなっていうのが今になって。あ、そうか、もう今はもう、今もうないですもん、途中からなくなって何にもなく、何にもなくね、はい、もう行き当たりばったり で、そうですね、まあ、それが良さなのかなと思ってますけど、まあ、最初はあれはあれで面白かったなっていうような、はい、もう本当に一般市民の方と本当にもうぶっつけ本番でこう触れ合うっていう ね、なんか僕よりもカメラ慣れしてる人が多い気がして。あ、もうそれは確かに、ね、すごいですよね、うん、なんかさっきでも出てた小学生、カメラ向けられてこんなんできなくない、うん、なかなか効果なかなか変顔もねそうだけどね。いや、どうですか、1年間こう、はい、もう本当にいろいろなところをね、こう旅をしてみて、だいぶ古才のことも分かってきたんじゃないかなと。古才のこと分かってきたのと同時に、うん、まあ、本業というか営業をまあ普段やってるんですけど、そこでも結構、はい、アトム君って言って声かけてくれてる人だとか、うん、そうなの、アトム君人気がすごいって聞いてるんですよ、ね、そう、人気、ね、人気なんですかね、うん、人気か、ありがとうございますそう、ブラ旅子さんやなと思って、ね、結構アトムくん、もう小学生も大体アトムくんなんですよね、うん、呼び方が定着してきてるなねえ、もうこれからまたそのアトムくんガンガンね、そうですね、ちょっと押していかないといけないと思いますけれども、ギャラが出ればいいなと思うそこかそこかそうですはい、何かこう思い描くところというかね、こういうことやってみたいなとか、あ、こういうことやってみたい、うん、ここ行ってみたいな、まあいろいろね行ったけど、あ、お酒が飲みたいです、はいはい、お酒が飲みたいのと夜のブラ旅行、ね、はい、いろいろそういうね、うん、雰囲気のお店も行きたいなと思ってたり、はいはい、確かに昼間ばっかりだよね。そうですね、うん、夜基本車移動なんでお酒飲んだらいけないですけど、うん、まあ、そこなんとかなりますよね。そうですね、僕は安定しますあ、いいよ、私がじゃあカメラマンで、いやいやいや一緒に飲みましょう一緒にそこあ、そっか、カッキーに運転してもらって、ね、私たち飲みながらちょっとベロンベロンになりながら私カメラ撮るっていう、ね、いいじゃないですか、いいじゃないですか、はい、警察に大丈夫ですかみたいなこと言われたら勝ちですよそこに持ってければいいですよねもうそんな風にね、これからもちょっと楽しくね、ブラ旅子祭も知っとく週刊子祭も楽しく撮影してまいりたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さて、今週の知っとく週刊子祭いかがでしたでしょうか。来週もお楽しみに。さようなら。こんにちは、ウィンディー古祭営業所の神谷玲馬です。ミスタートムです。これからインターネット、ね、まあね、この神谷玲馬とミスタートムからのお知らせなんですけども、今からインターネット始めたいなという方と、ご自宅ですでにインターネットを使っている方にお得なお知らせです。
ウィンディのインターネットは月々1700円から、エントリーコース、スタンダードコース、スーパープレミアムコース、この3つのコースからお選びいただくことができ、料金的にも無駄なくご利用いただくことができます。しかも今なら初期費用無料と他社の解約手数料キャッシュバックもしちゃいます。いや、お得どうよ。お得ですね。詳しくはこちらまでお問い合わせください。せーの、待ってるウィン。知らない、聞いてない、聞いてない、聞いてない。